皆様、こんにちは。v i JP カナダ移民コンサルタントの白石です。えー、今日は10月24日です。えー、今日は、えー、前回あの、何もニュースがなかったらこんな話をしますよ的な終わ、えー、り方をしたんですけど、大きなニュースがまたあったので、ちょっとそのニュースを、えー、ご案内していきます。 また、就労ビザに関するニュースです。えー、カナダの労働省からの LMIA のニュースです。えー、と、LMIA のハイウェイジストリームについて、えー、と、すでにね、過去の8月26日の時点で、えー、この先90日以内にハイウェイジストリームの方にも、えーまあ、ニュースが、あの、 えー、条件変えるなどのニュースがありますよというふうに、えー、労働省から予告があったんですけども、その予告の、えー、90日以内なんですが、まあ、早、早々とですね、あの、えー、変更のニュースがあったという感じです。で、こちら、えー、どんなニュースかというとですね。はい、こちらですね。えっ、ー、と、ハイウェイジストリーム で、申請が、申請をするための、えー、最低に必要な時給というのが上がりますよ、という、えー、ニュースなんですね。で、これはいつからっていうと、11月8日からですので、今、現在はまだ、えー、20%の引き上げが行われてないですけども、えー、11月8日以降は、この、えー、ハイウェイジとローウェイジ、 の境目の、えー、お給料の値、えー、が20%引き上げられますということなんですね。はい。なので、つまりは、えー、ハイウェイズストリームで LMI の申請をするときは、えー、賃金の中央値が今よりも20%がいいので、まあ、20%給料を上げないと、えー、申請ができないですよ。 ということになります。で、えー、そうなると、大体ですね、平均的には、あの、皆さん、えー、時給で言うと、5ドルから8ドルぐらい高いジョブオファーをしないと、ジョブオファーをもらわないと、えー、申請ができなくなるケースが多くなります。で、この、えー、引き上げ、 えー、最低時給要件の引き上げの、えー、措置をすることで、えー、カナダ全土で、えー、大体ですね、3万4千の,人あのポジションで、ハイウェイ時で申請ができなくなり、ひ、えー、いては就労ビザの発給数も全部で大体、えー、2万件ぐらい減るというふうに、えー、労働省では予想してますよということです。 これ一番最大のニュースですね。で、これの他に、えー、付随してですね、あと二つニュースがあるんですけども、まあ、これは、あの、そんなにビッグニュースではないんですけど、えっ、ー、と、10月28日から、だからこっちは11月8日ですけど、こっちはもっと早くね、来週始まっちゃうんですけども、10月28日からは、アテステーションレターを使って LMI の申請ができなくなりますよということです。これちょっと専門的なので、 あの、一般的には申請をする側の従業員側の人は知らなくてもいい話なんですけど、えっ、ー、と、雇用主さんでこの、えー、動画を見てくださっている方もいらっしゃると思うので、ちょっと雇用主さん側の話をすると、えっ、ー、と、LMI の申請の時には、自分の会社が、あの、きちんと、えー、カナダでビジネスをしてますよ、正当な。 ビジネスをしてますよということを示すためにいくつかの書類を添付して出さないといけないんですけどもその中で財務諸表的な T2 という書類が出せない場合はこの会計士さんからこの会社は会計上問題ないですよという証明の書類を書いてもらうんですよでそれが今までは書いてもらって T2 というその財務諸表を出さない代わりに えっと、会計士にそういう、この会社大丈夫よっていう一言を書いてもらうというので、OK だったんですが、今後はそれではダメになります。なので、えー、どこのじ、えー、雇用者さんも自分たちの事業の,の T2、これはあ、ね CRA、あの、ね、CRA、税務署に出してる、その、えー、毎年出してる書類なんですけど、T2、これが、えー、必要ですよということになります。 で、t2 上、その財務諸表上を会社の経営があんまり、あの、思わしくないように見えるような人たちは、今まではそういうのは,は出さずに、各地点っていうか出さずに会計者に大丈夫だよっていうレターを書いてもらったりしてたんですけども、それではダメになりましたっていうことですね。なので、あの、財務的に、こう、ちゃんと、 いいような感じ、いい、いいっていうか、儲かってる会社みたいに見えるような風にしとかないと LMI の申請ができないというふうになります。で、えー、と、それからですね、えー、と、あとはプログラムの悪用防止。まあ、あの、これは前からいろいろ言われていますけれども、あの、何しろ、えー、きちんとこのプログラム、この LMI シュビザの、えー、プログラムをきちんと使ってないと、えー、罰則がありますよと。 いうことをまたさらに強調したという感じです。で、えー、とそれが変更点として挙げられたところで、変更がないところはですね、このハイウェイジストリームで申請するのであれば、えー、と何人までしか申請できないよというような、あのえー、そのビザの申請の数、 外国人の、外国人就労者の数には、えー、申請の枠はありません。申請できる人数の枠に制限はありませんよということです。ここは、あの、引き続き、えー、制限ありません。あとは、えー、この失業率は考慮されませんので、もう、あの、失業率の高い、えー、地域であっても、ハイウェイジストリームであれば申請はできます。ということです。で、なんか、パッと、 とこういうふうに言われても、もういろいろ今までの LMA の変更とかいろんなものがあったので、もう分かなくなっちゃったっていう人はとても多いと思うんです、えー、印象的にねあの。私のところにもたくさんのあのお問い合わせ、ご質問があの申請者側も、えー、会社側もいろんな方からあの連絡が来るんですね。でどうやら皆さん なんかわかんなくなっちゃってるけど難しい。もうなんか全体的に難しいっていう風になっちゃったんだなっていう漠然としたあの印象で、詳しくはちょっと全然わかんないなっていう感じになっちゃってるので、もう一回あの、えっ、ー、とニュースをね、おさらいしたいと思うんですよ。で、まずそもそもがこのローウェイジ。ローウェイジとハイウェイジっていうのが何っていうのがね、この 9月27日のこの改定、えー、の時に、えー、説明をしたわけなんですけども、このローウェイズ、何がローウェイズで何がハイウェイジっていうのは、この数字を境目にして、あの、これより低い時給のものはローウェイジこれより高い時給のものがハイウェイジまあこ、これと同じ28.85、 またはそれ以上って感じですね。BC 州だと。それがハイウェイジなんですよ。で、これが、えっ、ー、と、今はそうなんですね。で、これは2024年の4月2日からはこの数字。で、えっ、ー、と、これでやっぱり、あの、まあ、あの、その週の平均時給なので、あの、1年ごとというか、半年ごとぐらいかな、に変わるんですよ。で、こちらが、あの、労働省のね、 これ、労働省。労働省のウェブサイトなんですけど、ここを見るとですね、このハイローウェイジ。で、こうなってます。で、この、えっ、ー、と、2024年の4月より前は、もうちょっとね、この平,平均値は、その週の平均値。もうこれは、あの、食 関わらずです。全部の職種、まあ、サーバーも入れば、フックも入れば、コンピュータープログラマーも入れば、社長さんも入るみたいな感じで、全部のプロ、あの、えっ、ー、と、職種の中央値っていうのが、まあ、これですよということなんですね。で、各州で決まってますね。で、これが、えっ、ー、と、今年の4月でちょっと上がったんですよ。で、今回は、 この、えー、中央値自体は変わらないんですけど、この、えー、境目にしようというのを、中央値プラス20%に変えますよっていうことなんですね。で、そうすると、えー、と、ね、で、これは、えー、ここは11月8日以降は、もう一個こう、あの、コラムができて、新しい20%増の、えー、基準値。で、この基準値より、 低ければローウェイジ、高ければハイウェイジなんですね。で、えっ、ー、と、例えば BC 州だとこれが34ドル62セントになっちゃいます。で、例えばオンタリオ州だとこれが34ドル7セントになっちゃいます。っていうことなんです。だからもう20%ずつ、あの、増えちゃう。11月の8日から。っていうのはね、この、 え、ローウェイジなのかハイウェイジなのかというのを決める値が変わりますよっていうことなんですね。それが今回の大きなニュースなわけです。じゃあ、えっ、ー、と、どうなるのっていうと、ローウェイジは、これもおさらいなんですけど、ローウェイジは失業率が多い大都市はもう申請ができないんですよ、全然。で、例えば、えっ、ー、と、今、バンクーバーとトロント、 見たので、例えばバンクーバーはもう6%以上なので申請ができないんですよ。で、えっ、ー、と、トロントあたりも、えー、まあ、オンタリオ、この辺ですね。オンタリオも、あの、6%以上なので申請ができないんですよ。でも、ハイウェイジだったら、えー、これはね、ローウェイジポジションに対する、えー、制限なので、ハイウェイジのポジションだったら、 この失業率が何パーセントであっても申請はできるんです。ただし、範囲二ジであるということは、えー、11月8日からはこれプラス20%なので、えー、オンタリオ州だったら34ドル7セント、BC 州だったら34ドル62セント以上の時給出さないと、えー、ダメですよということです。じゃあ、それ以上の時給を出せば LMI の申請ができるのかっていうと、イエス・オア・ノー、 なんです。で、例えばですね、うん。例えばこれ、カフェのマネージャーですね。カフェのマネージャーのポジションの、えー、で、就労ビザを申請するときに、いくらのジョ,ジョブオファーを、えー、しないといけないのかという、えー、これは、えー、その、この中央値になってないといけないので、それを見ると、 例えばね、えっ、ー、と、そうですね。例えばトロントで言うと、中央値が22ドルです、ね。で、22ドルっていうことは、えー、この、えー、オンタリオ州のこれよりも低いわけですよ。低いということは、失業率6%以上の都市なので、もう申請ができないわけなんです。ね。で、 えっと、だけど、まあ、20、えー、あれこれか。22ドルが、22ドル以上あれば、ないと、そもそもが、ローウェイズであっても、ハイウェイズであっても、LMI の申請はできないんですけども、このカフェマネージャーで22ドルではなく、えっ、ー、と、34ドル7セントのお給料を出すよっていうのであれば、ハイウェイジポジションっていうことで、 え申請ができるんですよっていうことです。ハイウェイジ、ハイウェイジ。ね、これが今日のニュースです。ハイウェイジだったら、えー、失業率にかかわらず、ハイウェイジ出すんだったら申請はできますよっていうことです。だから要するに、カフェマネージャーは今まで22ドルの時給を出せば、えー LMI 申請できてたのに、これからは34ドル7セント以上のジョブオファーをしないと申請ができないということになりました。っていうことなんですね。で、例えば、そしたら、コンピュータープログラマー。えー、例えば、まあ、ウェブプログラマーでもいいです。ウェブプログラマー。ウェブプログラマーだったらね、例えば、オンタリオ州のウェブプログラマーだったら、 まあ、トロントエリアのウェブプログラマーだったら、えー、真ん中の、えー、中央値が、えっ、ー、と、この職種の平均値っていうのが36.36、えー、36ドル6セントなんですね。で、これはすでにハイウェイジなんですよ。この、えー、今回のこのハイウェイジに この境目が34ドル7セントになるわけですから、そうするともうそもそもがハイウェイズなんです。で、その場合はじゃあ 34, 点34ドル7セントを出せばいいかっていうとそうではなくて、その場合はこっちのその職種の中央値の方が高いので、その職種の中央値を出さないとダメです。っていうのがすごくわかりにくいんだと思うんですね。こういう質問が 山ほど毎日今来ていて、あの、ちょっとこの機会に動画でご説明したら、あ、なるほど、分かったっていう方が増えるといいなと思って今言ってるんですけど、まあ、こういうふうに聞いても、やっぱしちょっと分かんないなっていう人もたくさんいると思うので、そういう方は聞いてください。問い合わせしてください。そのために無料相談の窓口がございますので、聞いてください。 はい。ということで、ちょっとわかりにくいんですけど、あのー、今回の、えー、今週のビザニュースは、ローウェイジとハイウェイジの境目が20%上がりますよ。11月8日からという、えー、ニュースなんです。なので、それが自分 にとってはどういうふうに影響するのというのは職種ごとに違いますし、えー、地域とか都市ごとに違いますので、えー、それがわかりにくいようであれば、やはりえ弊社の方にご連絡いただいてご質問していただくのがよろしいかと思います。はい。というわけで、えー、今週のビザニュースはそんな感じなんですが、ちょっとまた来週の予告をしたいと思います。今日 こちら X。X で、Visa、えー、JP Canada の X で、今日、えー、速報は出しました、えー。カナダ政府がイミグレーションレベルプラン、えー、向こう3年間のむ、えー、移民受け入れ計画っていうのを発表しました。で、こちらですね。なので、あの今記事を作っているところですので、えー、日本語でわかりやすく、どんなカテゴリーは、えー、何人 2025年には受け入れる予定ですよ。2026年は何人受け入れる予定ですよ。というのを、えー、まあ、できれば表にして、わかりやすく、えー、発表したいと思います。で、その記事が、まあ、間もなく明日か、えー、ぐらいには出ると思いますので、その記事を日本語で出し、それの解説を来週の Visa,、えーえー、ニュースウィークリーの方でしたいと思いますので、ねえー、皆さん。 えー、楽しみに、また来週をお待ちいただきますようお願いいたします。ということで、えー、今週の、えー、ニュースウィークリーでした。また来週の木曜日もこの時間にお会いしましょう。では、皆さんさようなら。